はい、こんにちは。睡眠専門医の厚みです。今回の動画では、高層化性って何シュナイダーの一級症状というお話をしてみたいと思います。質問いただきました。なんか統合失調症の症状の一つらしいんですけど、高層化性っていうのがあるんですが、よくわかりません。一度解説してもらえませんかっていうご質問ですね。ありがとうございます。結論から言いますね。そう、その通り。統合失調症の すごく有名な症状なんです有名な割には実際に使っている精神科の先生って多くはないですし一般の方なんかでしたらもっとねあまり耳慣れたことがないそういう症状じゃないかと思います有名なんですけどすごく古い言葉でも60年以上前に提唱された症状なので、まあ、若い先生なんかの場合にはねほとんどん使われることなくなったんじゃないかと思います今回の動画ではこの少し古いけれどもすごく大事な 高層化といいいいう症状につてて解説してみたいと思いますでは行きまましょうで、ま、ず、この、構想化性っていうね、言葉なんですけど、漢字で書いてみるとこんな風になります。構想化性ですよね。字が難しいですよね。そもそもこの、構想という字が意味わからないんですよね,なのでね。もっと新しい言葉があって、別名で言うと、思考火星って言います。まあ、思考って言われると、考えていることです。まあ、要するにこれね、考えていることが、 お化けのの声みたいになって聞ここえるものこれが思考成とか高層化性とかという症状ですね高性という新しい言葉で解説するのも、まあ、一つの方法なんですけど、まあ、せっかくね、えらいをいただいた方が「高層火星」という言葉を使っていただいているので今回はこの「放送火星」という言葉を使いながら解説していきたいと思いますで「高層火星」という言葉が分かりにくいのは言葉が古いというのも一つの理由なんですけれどももう一つにはですね 構想なんちゃらっていうふうに使われる言葉っていうのが高層化政だけじゃなくてたくさん種類があるんですよね構想支援能みたいなふうに僕呼んでるんですけど今の高層化政以外にも例えば高層水入とか高層ダッシュとか高層電波みたいなね高層で始まる言葉が全部で4つあります古い言葉の上にたくさんあるのでもうわけわからんようになってしまうんですよなので一つ一つね解説していきたいと思います まず1つ目、今回ののテーマの高層火星ですね。これ例えば、ある人が焼肉食べたいなーっていうふうになんとなく思ったとしますよね。焼肉食べたいなーって思った瞬間にですね、それが焼肉食べたいなーみたいな感じでね、声になって聞こえてくることを言います。幻の声ですよね。こんなふうに幻の声が聞こえることを、まあ、僕たちの専門用語では幻聴というふうに言います。ここうういうふうに考えたことが、 幻の声、幻聴になって聞こえてくる症状のことを、抗争火星というふうに言います。どうでしょう、わかりましたですかそれ以外の症状もいきますね。抗争ダッシュ、焼肉食べたいなーって、なんとなく思ったとしますよね。そしたら、その瞬間に、ガーってこう、ルンバでですね、考えを掃除されて、抜き取られてしまったみたいに、思考が停止してしまう、止まってしまう、そういうものを言います。で普通の人でもこういうことってあるわけですよ。 考えたことあれ何考えてたんだっけっていう風に感じることってなくはないと思うんですけどそれって自分の考えが、まあ、自分の頭の機能として停止してしまって止まっちゃったって普通は思いますよねところが統合失調症の患者さんはそこにちょっと変わった解釈がつきます考えが急に止まっちゃったのは誰かに考えを奪い取られたからだっていう風に感じてしまうんですよねこののようににですすね思思考考が停止すると同時にその思考内容を 誰かに奪い取られてしまったように感じるもの、これが高層ダッシュと言われる症状です。そして高層水入ですね。さっきと逆ですよね。何も考えてなかったところに、急に焼肉食べたいなぁと思ったとしたら、こういうことよくあるはずなんですけど、統合失調症の患者さんは、これは誰かから焼肉食べたいなぁという考えを頭の中に見れられたんだというふうに感じてしまいます。これが。 高層水乳という症状ですで高層電波ですす電波ね焼肉食べたいなと思い浮かべたとしたら思い浮かべただけでそれが自動的に周りの人にも「あこいつ焼肉食べたいんだな」って思ってるんだなというふうに考えが誰かに勝手に知られてしまう自分の考えがみんなに伝わってしまうそういうふうに感じてしまう症状のことを「高層電波」というふうに言ったりします。どううでしょうか高層火星 抗争、脱臭、抗争、睡乳、抗争、電波、理解できたでしょうか。そもそも、こういう症状っていうのが、シュナイダーの一級症状というふうに言われていますで。今から大体60年ちょっとぐらい前にですね、ドイツの精神科医であるクルト・シュナイダー先生という先生が、たくさんの統合失調症患者さんを見ているうちに、大体みんな似たような、似通った症状を訴えをするっていうふうに気づかれたわけですよね。 でこの症状のの中に例えば先ほどのね自分の考えが声になって出てくるとか自分の考えが抜き取られているように感じるとかそういうふうに感じる統合失調症の患者さんというのがすごく多いんだということに気づかれたので統合失調症の患者さんにとってこの症状ってよくあるよねもしこういう症状を訴えたとしたらこの患者さんって統合失調症の疑いが高いんじゃないのって考えていいんじゃないだろうかっていうふうに提唱したわけです。まあ、いわば統合失調症の あるある種みたいなものをまとめたんですよね。うちの研究者の方々というのがまとめて、統合失調症を診断する上で、とっても役に立つ症状、すごく重要な症状ということで、シュナイダーの一級症状、こういう症状を患者さんが訴えたときには、統合失調症らしいと考えようというふうにまとめたものなんですよね。実を言うとですね、先ほどの高層視天脳以外にも、シュナイダーの一級症状っていろんな症状がありまして、例えば、 会話形式ののなんかもその一つです自分以外の他人の声で、なんかこいつまた焼肉食べるらしいで、焼肉ばっかり食べてるよねって、まるで,です、ね、自分のことを噂するような声が、れ以上の人間の声として聞こえてくる。これが会話型の幻聴と言われるものです。でよく勘違いいされることというのが 自分に向かって話しかけてくる現状ですよね。お前、また焼肉食べるらしいなーっていうのに対して、患者さん側が返事を返せるもの、焼き野菜も食べてるよって、こういうふうに幻聴と会話ができるようなタイプって一見会話型の幻聴っていうふうに思いがちになるんですけど、実はこれ、会話型の幻聴とは言いません。実はこのタイプの幻聴相手と会話ができるタイプの幻聴のことというのは、二認証幻聴というふうに言います。これ二認証幻聴の二認証というのは、幻聴が 話しかけている相手の患者さんをどんな風な主語で呼んでいるかっていうことに対して付けられた名称なんですよねこのまた焼肉食べてるらしいなーっていうのは主語ってお前ですよねお前とかあなたとか君とかねそういった患者さんに対して二人称で呼びかけてくるタイプの幻聴このタイプの幻聴のことを二人称幻聴という風に言うわけです で先ほどのですね会話型の現状というのは、実は三人称現状というふうに言いまして、これ、何が三人称かというと、主語がこいつとか、この人みたいなですね三人称になってるんですよね、こいつ、また焼肉食べるらしいよ、こいつ、焼肉ばっかり食べてるよなみたいな、ですね自分のことを話題にして、これ以上の人間が会話をしてるっていうのは、主語が三人称になってるので、先ほどの会話型の現状というのは、正確には三人称現状と言って、二人称現状とは区別されるわけです。 まあ実際にはですね、どちらも統合失調症には非常に多いタイプではあるんですけれども、一級症状と言われたら、この三人症タイプの会話型幻聴のことを言うということをご理解いただければと思います。でさらに、一級症状の中にはいろんなタイプの症状があって、コメント型の幻聴というのもその一つですね、これからですね焼肉を食べようと思って、焼肉と向かい合ったら、その瞬間に、ボーン、焼肉食べるんか、お前、みたいなですね。 それから自分がしようとすることにコメントをつけられたりとか実況中継をされたりとか注釈をつけられたりとかそういうふうな体験として幻聴が聞こえるもののことをコメント型の幻聴というふうに言います。これも一級症状として有名なもので統合失調症らしい症状です。もう一つ妄想知覚っていうのもあったりします。これいつも行行っってて、る焼肉屋さんに行って なんか普段に比べてやけに肉ちっさって思ったとするじゃないですか。僕ら普通こういうのを見たら、なんかこの焼肉屋さん儲かってないんかなとかケチケチしてるなっていう風な解釈をつけるわけですけれども、統合失調症の患者さんの解釈っていうのは結構ぶっ飛んでいて、これは世界滅亡のサインに違いないんだとかですね、某国のスパイの陰謀だとかですね、そういう目の前で見た出来事からは発想がなかなかしにくいような解釈をしてしまうことのことを妄想近くという風に言ったりします。少し丁寧に言うと、 見たり聞いたり触ったり書いたり味わったことに対してこれ知覚したもの感覚ですよねそういうものに対して独特の特別な意味付けをしてしまうものこのことを妄想知覚というふうに言いますこの特別な意味付けのことっていうのを大体我々は妄想というふうに呼ぶわけですね他にもこんな症状もあったりします非影響体験と言って例えばですね 光であるとか電波であるとか化学物質であるとかこれ患者さん本人にしか感じられないものであることが多いんですけれどもそういったものは外部からやってきてあたかも自分がそれに攻撃されてるんだっていうふうになんか体調が悪い理由づけになったりとか怖がる理由づけになったりとかあるいはですねこういう光や電波などを使って自分自身のプライベートな生活が世間にだだ漏れになっているんだとかそういったような解釈をしてしまうそういう体験のことを非影響体験というふうに呼んだりします。これね、 1つはこの光とか電波とか化学物質というのはほとんどの場合患者さん自身にしか経験されないものです、まあ、つまり幻覚の一種なんですよね。この幻覚がある上にその幻覚の体験に対しての解釈も患者さんにしかなかなかできないような特別な意味付けをしてしまう、この幻覚と特別な意味付けによって作られた体験というのがこの非影響体験と呼われるものです。 まあせられ体験っていうのもあってですねこの人は本当は焼肉屋さんに自分で行くわけですけど、えー、自分の意思で行ってると感じられないんですよね。焼肉屋に他の人の意思によって、無理やり操られながら行かされようとしている、誰かに操られて自分はこの行動をとってるんだっていうふうな感覚に襲われてしまうのことを、させられ体験と言います。やっぱりこれもですね、特別な意味付けをしてしまう、そういう症状ですよね。まあ、このようにですね、シュナイダーの一級症状というふうなものというのは、 外の人が何か自分を操っているっていう風な感覚にさせられていることっていうのが結構多いです。これが統合失調症に非常に多い症状だということになるわけですね。先ほどの構想てんのっていう風なものなんですけどよくよく見るとですね2種類に分けられることっていうのが分かります。構想化性っていう症状これですね結局自分の考えが声になって聞こえる幻聴なわけですからまあ,あのいわゆる体験ですよね感覚の一種なわけです。これ幻聴なんですよね。 それに比べてですね、下の3つですね、高層睡眠、高層ダッシュ、高層電波というのは、意味付けの症状なので、これ、言ってしまえば、一種の妄想なんですよね。なので、上の高層火星というのは、幻聴という体験の症状であって、下の3つというのは、妄想の一種ということで、厳密に言うと違う症状だというふうに考えていただくといいと思います。シュナイダー先生というのは、こういった一級症状というふうなものを、普通の幻覚とか妄想というふうなものとは、 一線を引いてですね非常に統合失調症に特有の特別な症状だって考えようというふうにおっしゃったわけですけれども、最近はですね先ほどもお話したように、あくまでこれって幻覚や妄想の一種であって、特別な症状じゃないので、わざわざこの一級症状があるからとか、ないからとかということで、統一をしなくていいんじゃないかというふうな考え方が主流になっています。まあ、ちょっととかいいそうというか悲しそうですよね ただ、ですね、最近ではまたこれがもう一段階見直されるようになってきて、ICD11 というもっと新しい診断基準なんかでは、非影響させられ体験、作為体験というふうな、しないであ一級症状のうちの一部というのは、一般的な幻覚とか妄想とかいったものとは別扱いをして、やっぱり統合失調症と診断する上では重要な症状なんじゃないか、まあ、中でも、ですね、構想視点のうちの3つですね、構想ダ奪われるもの、構想睡入、考えを引き込まれるもの。 そして高層電波ですね。考えが周りに広がっていくものというふうなものというのは統合失調症にかなり特有の症状ということで特別扱いして、これがあったら統合失調症らしいとより強く考えてもいいんじゃないのってちょっと喜んでそうですよね。そんなふうな扱いにさらになってきていたりします。 こんなふうにですね昔は統合失調症を診断する上では非常に重視された一級症状なんですけども、まあ、最近はその扱いというのも昔ほどは重く見られないようになってきています実はですねこれを出した時点からですねシュナイダー先生って自分が提唱した一級症状というのが、まあ、いつまでも有効であるというふうには考えてらっしゃらなかったみたいで時代が移り変わって一級症状というふうなものの名前の付けられ方であるとか 扱いというのが私が提唱した時と変わったとしてもそのことというのはあまんじて受け入れるそういう姿勢はありますよということを提唱当時もおっしゃっています非常に謙虚な素晴らしい先生ですよねで僕自身が感じたことというのはもうちょっと違う話ですシナイダー先生がこの一級症状をなぜ特別なものだというふうに考えたかということは現代にも通じる非常にですね学びの多い そういうういいいいい理由があるととと思ののでそそことにつてて少しし解説をしていきたいと思いますでそれ何かというとですね、シュナイダー先生がこの一級症状を特別なものっていうふうに扱ったのは、了解不能性って言われるよね、ちょっと理解するのがなかなか難しいっていうような理由によることで、一級症状を統合失調症特有の症状というふうに見なそうというふうに考えたっていうことが、非常に素晴らしいことだというふうに僕は思うんですよね。一般的ににですねこんなふうに 了解できない理解不能だっていうふうに僕たちが言うとですね、こんなふうに浅く解釈してしまうことが多いです。それはですね、医者の目から見たときにね、統合失調症の患者さんが言ってることってわけわからんわ、理解できへんわ、だからこの人って頭おかしくて統合失調症って考えるんちゃうのっていうのが、了解不能、理解できないということだと思いがちになりますよね、違うんですよ。シュナイダー先生のおっしゃる了解不能というのは、患者さん自身をよく見なさいよ、その方自身が、 今までどんなふうな生き方をしてどんなものの考え方をしてらっしゃってどんな人生観を持ってらっしゃったかっていうことをしっかりと見ていくと統合失調症というものが発症することによってそれまでの人生と統合失調症を発症してからの人生ではものの考え方捉え方人生観というものが明らかに断絶してしまった明らかに変わってしまったということが理解できるはずだ。 この一級症状というものは患者さんの訴えをよく聞いてこの一級症状があるということが理解できれば今までの患者さんの人生とは全く違った人生にこの統合失調症が始まってから患者さんを変えてしまったというふうなことが理解できるはずだそういう意味によって患者さんの人生の中において了解すること理解することができないそういう症状が一級症状の意義なんだよだからこそこの症状というふうなものは単なるストレスであるとか 心因であるとかそういったものだけで成り立っているのではなく一気とした脳の病気というふうに捉えるのがいいんだよっていうふうにおっしゃっているわけですこれ今にもすごく学びの多い内容ですよね僕たちはこの一級症状を提唱された時のシュナイダー先生の思いというふうなものにもう一度ですね学びを得るところというのがあるんじゃないかと思います患者さんのお話を聞くときには 先入観にとらわれて自分の価値観や思い込みによって患者さんの考えというふうなものを判断してしまうのではなく患者さんのお話をしっかり聞いてそれまでの生き方考え方価値観というものを理解した上で一級症状のような症状がその患者さんの生き方というふうなものを大きく変えてしまったっていうふうなことが理解できた時に初めて診断統合失調症というふうにつけるのが正しいんだよ。 ととにかくく患者さんの話をよく聞こうといういメッセージがそこに含ままれています。そして3つ目ですね、のもの病気として治療するということは、あくまで科学に基づく判断によって治療法を選んでいくことが正しいんだよ。まあ、こういった日的に見ても、すごく意義のあるメッセージということが、この一級症状というふうなものを考えていくことによって、思、え、い、ー、出せるんじゃないかなというふうに思ったりします。 今日はですね、えー、シュナイダーの一級症状というお話をしました。その中でも特に、高層火星というふうなものをテーマにお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか質問者の方、理解できたでしょうか良ければですね、高評価ボタンと、ご、え、覧、ー、になったなと思いましたら、チャンネル登録ボタンも押していただけるとと思います。最後まままでででごご視聴いただきししてありがとうございましたではではじゃあねー